こんにちは動動画画の方ありがとうございますまますすたですね、まあ、宣伝もちろんこれだけで何かが始まることはまあ,ありえませんで無料動画をたくさん出していくことは非常に重要なんですけども動画を出す意味っていうのは何かと言いますと一つの動画の中に必ず一つ問題解決を搭載していなければ次の動画を見てみようとかねこの人の動画に期待してチャンネル登録しよう っていいうのも起きないんですよで。そもそもそうなると無料で相談なんてのは及びもつかないですしとてもじゃないけども有料のものなんてのは買ってくれるわけはないんですよね。でこういうことをもうお考えだと思いますけどもじゃあ具体的にね無料動画をたくさん作るこれ一体何をすればいいのかってことですけどもきっと人には何かしら目標があると思うんですよ。でその目標を何で達成したいのかというね目的があると思うんですよ。 この目標と目的がごっちゃにならないように分かりやすく説明していく必要があるんですよね。おそらく東大受験を目指す人、なんで東大に合格したいの東大に合格することが目的って方は少ないと思います。東大に合格することは目的を達成するための手段であり、とりあえずの目標なわけなんですよ。だからセンター試験突破とか平均点で650点っていうのを 目指す、つまり目標、道しるべを作るわけなんですよね。じゃあ、東大に合格したい人は、合格して一体どうするのか、これを私たちは考えなければいけません。それは、東大に行って、モテたいのかもしれないですよね。モテるために東大行くんだって人もいます。あとね、東大に行って、昔、いじめられた過去や、人にバカにされた過去をね見返してやるんだっていう風な気持ちで、一つのポジションとして、 東大に行くのかもしれませんそれは権威性を誇示するためです。もしくはですね、東大に行って、将来、なんかね、いい仕事について、がっぽり儲けたいと。お金目的の方もいるかもしれません。官僚になって、いい仕事をしたい。日本を変えたいという、仕事の目的の方もいるかもしれませんね。そして、東大に行って、立派な家庭を作って、そして、健康に長く暮らしたい。そのためには、東大の知識がいるんだ。 人脈がいるんんだという方かもしれませんここまでお話しでわかるように人にはね必ず達成したいもしくは覆したい克服したい悩みってあるんですよこの悩みを速化塾の中では4つ設定してます人はお金の問題解決するためにあらゆる目標をクリアしていくそして目的に達成するお金の問題解決を達成したぞっていう目標ですよねああ目的ですよねそして 健康になりたいというふうなね、問題もあります。やっぱりね、産経労働してたら、なかなか健康ではいられないです、ね。カロリーの高いものを食べたりとかね、やっぱ健康的な食品ってのはそれなりにコストもかかってきますんでね。で、モテたいっていう欲望も人にはあります。できれば、女の子にモテたいし、結婚されてる方でしたらね、奥さんといい関係、旦那さんといい関係を保っていきたいと思うかもしれません。もしかしたら、 浮気も上手にやってみたいなというふうに考えるかもしれませんし、中にはですね、離婚の後の仕事をきちんとするためのキャリアとして何らかの資格を取りたいという方もいるかもしれませんね。こういうふうにですね、人にはお金の問題、仕事の問題、健康の問題、恋愛の問題、この4つのどれかもしくは複数について解決したいという気持ちがあるんですよ。じゃあその 問題解決するために私たちが提供できるものって何なのかある資格を取れば、この資格を取ればあなたのお金の問題は解決できますよっていうふうに切り込んでいくのかこの資格を取ったら、この目標を達成したらあなたはモテモテになりますよっていうふうに持っていくのか様々なわけですよ。ね。ですんで、ここをしっかりと打ち出すことによって人は、あ、この人の言う通りだなと。 確かにこの資格を取ったら自分は持てるかもしれないと。この資格を取ったら健康な暮らしができるかもしれない。この資格を取ったらもしかしたらいい仕事につけるかもしれない。この資格を取ったら儲けていけるかもしれない。人には分かりやすいこの4つの欲望がありますので、その欲望を満たすためにはこの資格がいるんですよと。そしてその資格は私があなたに合格を授けることができるんですよ。っていうふうな 進め方をしていくいくとじゃないかなか思いますその要素として自身の知識経験情報を生かしていくのが無料コンテンツなんですよねまとめますとですね何かにつまずいた時にそれはこの資格でクリアしましょう他の方が相談してきた時もいやこの資格取ればそれ解決できますっていうふうにして自分の打ち出すべき資格合格に対してのその目的目標をですね 明らかにすることなんですよね。私の場合は、お金の問題解決について動画を配信します。お金の問題解決をすれば、当然ですけどもお金の悩みはなくなりますよね。お金の問題解決をすれば、恋愛もうまくいきますよね。お金の問題解決をすれば、健康もお金で買うことができますよ。お金の問題解決をすれば、いい仕事ができるようになりますよ。お金仕事、健康恋愛。 私の場合はお金を稼ぐことによって全部解決しましょうというふうな話し方をしておりますだから常にお金の勉強ということをね発信してるわけなんですよねで健康で楽しい家庭を維持するにもお金はかかるでしょって話をいつもしてます私のヤマト君にはプラレールをごそっともうすでにね20万円分買ってるんですよでお金があるからこそそれができると思いますしヤマト君は1歳にして誰もが持ってないようなプラレールのセットトミカのセットがもうあるわけなんですよ それを、ね、一度に出すかどうかっていうのはこちらの判断になりますけどもそうなると誰よりも早くおもちゃという情報に触れることができて誰よりも早くおもちゃを試すことができて誰よりも早く滑り台や鉄棒を経験することができるということで誰よりも早く、うん、知識や経験としては豊かになるわけなんですよね。これがだからお金ができることなんですよ。そういうふうにして育児をやっていきませんか っていう,ふうな持っててき方をしているコンテンテツもあります <laughs> うんでもやっぱりね、あのー、人は何か問題解決をしたい時に何かの手段を取るわけなんですよ。ですんで、えー、これまとめになりますけどね例えば「宅犬」という資格を取ってほしいんだよっていうふうに語りかけるとして人が「モテるために悩んでるのに宅犬が何で関係あるんですか?」っていうふうに来た時にどう答えるか。ね。 卓の業界ってさ、もう花形だよ。あらゆる人が求めてる資格だよ。って宅建」の資格を持ってると実際にこうやって持ってた人がいるよみたいなねこととか「いや宅建の資格ね儲かるんだよ」しかも作業時間は少ないの夢のハッピーライフができるよ別荘も買えるよベンツも買えるよみたいな感じであおうっていくこともできるかもしれません実際にそういう方もいらっしゃいますしねそれから宅建っていう仕事を選ぶと自宅でできるから もうね満員電車とか窮屈な思いをするんじゃなくって自分のペースで仕事ができて仕事に合わせて自分がいるんじゃなくて自分に合わせて仕事を設定することができるからジムに行ったりプールに行ったり余暇を過ごしたり健康も作ることができるよっていうような攻め方かもしれませんね。さあそういうふうにですねあのなんでね自分はこのコンテンツを進めてるのかということを話すときに人の悩みや欲望に寄り添った話し方をしてその問題解決のためには 私の教育があった方がいいんじゃないですかと。このコンテンツがいるんじゃないですかっていうふうな持ってき方をするんじゃないかなと思っております。えー、ちょっとね、話しすぎたかもしれないですね。はい。まあ、あの、うん、くだらぬ言うた話もちょっと途中入りましたけども、あでも大切なこともお話ししましたので、あの、またね、これを踏まえて動画などを作っていただければと思います。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。 あちなみに YouTube を使う場合は YouTube の講座が速座塾の中にありますのでよろしかったらそちらの方もご覧ください。それでは